はい、ということで今日もね、新武器の EF88 ハザードか、使ってきます。シリアルコードのね、有効期限がもう切れちゃうんでね、確かあと1日だったかな。ということでね、今のうちに新武器を使っていきます。で、最近ラッシュやることがね、多いんだよね。なんか知らないけど。ラッシュの部屋、殲滅部屋建ててる人が、おっと、油断しすぎたか。まあ、このマップね、真ん中のあの高台っていうか中心の上をいかにね、長く占拠するかが勝利の鍵となってくるんでね、なるべく、つうかもう占拠されてんだな。これはいきなり いきなりまずいね。ちょっとこれはまずいんで、裏取りをして、後ろからね、敵を倒して、おいた、いるね。メイクもいてくる。で、おっと、もうしゃがんで、見てるね。がっつり見てますね。で、後ろから、2人やってくる。もう1人、ヘッドすごいね。ヘッド量産機。で、これでだいぶラインが上がったんで、あとはここから詰めていく。あ、音が聞こえる。右からかな。で、あー、上か。それ上か。上取られると圧倒的に不利になっちゃうんだけど。で、このマップね、なかなか巻き返しにくい。そんなにルートがないからね。この入り口も上から見られてたら、ね、入れないんですよ。ね、ヘッド抜いて。やばい、リロードしてはいけない。あー。全然まだ戦えましたね。ちょっと今の無駄死にしてしまった。真ん中激戦区ですね。一人やって、中入って裏を取ろうと思ったが、おっと、正面からやられたか。いや、これ期限切れたらどうしようかな。すごい使いやすいんじゃないかな。デザインは好きじゃないけど、強いからな。できれば欲しいんだけど、まあ、ガチャ回してまでってなるとそんなに欲しくないかな。CZ をまだちゃんと使いこなしてないんでね、一回使っていきたい。ああ、上取られてるよ、もう。取り返しに行きますか。おっと、味方やられたな。ああ、倒してくれた。じゃあいいや。いや、取られてる。すげえ取られてる。入ってくるでしょ。ちょっと抜いて。で、おっと、上。うお、なんだ 今、左上に飛んでったけど、あれ大丈夫か。すごい強度したね。いやー、ラインがだいぶダメだな。おーっと、さすが、サブマシンが負けてしまった。押されてるな。結構、スコア的にも押され始めてる。ちょっとこれはあまりいい流れではないな。なんとしてでも。なんとしてでも。もう一人やって。おっと、今、下に。よし、もう一人、もう一人。あー、ダメか。まだいたか。結構多いな。スモーク投げて。お、取り返したか？ただこれ、右側から、おっと、手前にいる人に会って、もう一人、ああ、負ける。負けちゃう。ああ、またそこか。ここね、油断するんだよね。まあね、裏取りに行った時はね、逆に相手が油断してるから打ち勝てるんだよね。やれた。やって、ヘッド抜いて。で、おっと、もう一人。リロードして。上から見えてる、あいつ。あいつやって。あれ、ヘッド当たるんだ。おっと、危ない危ない。もう一人。からヘッド抜いて。あいつも。はい、ヘッド抜いた。ちょっとまぐれっぽいけど。あら、倒せない。わあ、さすがに後ろにもいるか。お、追いついてきたんじゃないの？ 60、70対68でしょ？これいけるよ。これ勝てる勝てる。ガンガン押していけば。ああ、一人やられたか。
入ってくるでしょ。入ってきたところをヘッドする。ヘッドじゃない。で、降りてるか。降りて。入った。いるか。降りてきたとこ、下抜いて。ハンドガン。このハンドガン使いやすいんだよね。これだけでも戦えるっていうぐらい強い。で、入ってくる。入ってくるでしょ。よし、それやって。奥は？奥はいない。ここ、こんなとこにいた。おっと、もう一人。やべ、倒してない。倒してないってなんだよ。あ、正面。あー、ライフ少ないか。お、いいですね。逆転したね。82対89。いいね。あ、またま、で、真ん中すぐ取られちゃうな。おっと、目の前。それやって。で、あ、石炭の上。ハンドガン持つが、味方が倒してくれてない。よし。リロードして。で、奥にいる。まあ、わかってるが、グレネードをこっちに投げとく。よし、グレネード切る。覗いて。あ、まずいな。よし、ちょっと抜いた。奥。やべ、弾が。クソエイムでしたね。おっと？リロードして。あ、また真ん中取られてるよ。そしてやられるし。いいね、取って取り返していい勝負ですね。このマップ結構ね、一方的な展開になりやすかったから、今回ね、うわ、やられた。今回いい試合できてよかったですね。これやっぱこのぐらいのね、ギリギリな試合を楽しみたいんで。なんかよく80対150とかで勝ったりするけど、勝ったり負けたりするけど、どっちもね、勝っても負けてもあんまり面白くないんで。やっぱギリギリが、あーまさかのグレネード。おっと、118対118じゃないですか。そして真ん中取られてる。これま、これまずいぞ、この流れは。なんとしても真ん中を取り返したい。あー、そっちか。そこで見てるんだ。まあ、さっき、こっちも見てたからな。正面から。いたいたいた、一人やって。もう一人。さらにもう一人。で、奥に敵がいるが、ああ、ダメだはい、本日2回目のクソエイムでございます。よし、集中集中。あ、でもいいね。味方が真ん中取ってるから、これはだいぶ有利な展開になったんじゃないか。後ろから、もう一人。ここなんだよな。よし、一人。やべ、当たんない。グレネードを正面に投げて、で、手前から出てきてる。こいつをやって、後ろ警戒する。いるんだよな。もっとリロード。3人も出てきた。もう一人もう一人。よし。おー、味方が倒してくれた。ってことでね、最後サクッと勝ったね。いや、よかった。いや、強いな、やっぱりこの武器。なんかヘッドショットがすごい出る。確かね、36% ぐらいかな。これはね、HK416 ポイズンと同じぐらいなんだよね。すごい使いやすいです。ということでね、本日は以上です。